鶴の意向菅氏が支援っていうふうにもうセットで一面の見出しになってましたけど次期総裁にふさわしい人物っていうのはトップは石破さんなんですが25%ぐらいで2位が小泉さんで19%まあ3位が高市さんになってますけど沖縄県の尖閣諸島について中国の領土であるとニュース原稿にはない不適切な発言を 秒秒間も続けた20秒ってかなり長いですよね,すねこれ玉木さんが20日の記者会見でこれ我が国の立場と全く相いれない主張を日本の公共放送である NHK が行ったということだというこれ重大な問題で文化人デジタルカーアルバム1泊2回進行は第4期開催中令和先攻じくじくと山岡哲哲です。 本日、スタジオの方にお越しいただきました。皆さん、ご紹介します。夕刊富士編集長、矢野正さんです。はい、よろしくお願いします。自民党前衆議院議員、長尾隆さんです。よろしくお願いします。労働界のラビット関根、斉木太郎さんです。よろしくお願いします。さあ、それでは、早速行ってみましょう。夕刊富士今日の読みどころです。 はい、安田さんよろしくお願いします。はい、昨日です、ね。火曜日の夕方から大きなニュースになってますが、えー、小泉進次郎さんがついにですね、えー、総裁選への出馬をいただきますかあ。ありがとうございます。出馬をですね、固めたと、意向を固めたという、まあ、本人が喋ってるわけではないんですけども、えー、なんて喋ったか、本人が周囲に喋ってるのは、えー、総裁選で頑張りたいと、出馬準備を進めているというようなことをですね、周囲に伝えて今、 シーンを要請しているところだということでですね、先日小林隆49歳の方が、出馬表明、真っ先にしましたけども、新次郎さんは43歳。これもう、まあ今名前が上がっている中で一番若い、それどころかですね、もし首相になったら、これ、県政史上一番今まで若いのが44歳の伊藤博文さん初代。 だったんですけども、それをもお、なんていうんですかね、下回るっていうんですか、これ。若くなるというですね、方であ、どうなん、それでまあ話題になってるって話ですよね。えー、そもそもお、新次郎さんは神奈川、あ横須賀のお選出出身でして、えー、同じ神奈川のお菅元首相あ、前首相とですね、えー、極めて近くて、菅さんがもうずっと可愛がってきて評価して育てたというか、それで今回もですね、 えー、今日の産経新聞一面は、出馬の意向、菅氏が支援っていうふうに、もうセットで一面の見出しになってましたけど、まあやはりちょっと若いのでね、えー、不安感があるところを、まあ菅さんがちゃんとサポートするんだというようなアピールなんでしょうね、きっとね。えー、そういうことで、これから台風の目に間違いなくなるんじゃないかということで、うん、うちも今日はこれ、3面でまず取り上げてます。世論調査の結果、 でいうと共同通信が19日に発表した数字があるんですけどもそれだと次期総裁にふさわしい人物っていうのはトップは石破さんなんですが25%ぐらいで2位が小泉さんで19%まあ3位は高市さんになってますけどまあちょっとやはり、まあ、お父さんが小泉純一郎さんっていうねこれも長く首相を務めた方で首相時代から新次郎さんっていうのはまあ顔も知られてましたし。 えー、奥さんは滝川クリステルさんですしね。まあ、かなり話題になるんじゃないかと思われてます。えー、ただですね、やっぱりね、不安もあって保守、保守系の議員の中には自民党を、ねえー、根強く支持してきたのはね、やっぱりそういう話題性とかそういうことじゃなくて、地に足のついた 憲法議論とかです、ね、外交安保の政策をやってきた人だった自民党にも支持してきたんだともしね、こういう選挙目当てっていうふうに見られてしまったりして、なんか変なボロが出ると、これは逆風になりかねないよっていうような見方もありますよっていうのは、まあこれ最後の方に触れてます。あとですね、石破さんもですね、今週の24日にこれ地元の鳥取の神社で立候補を表明するらしいですね。で、あと河野さんが月曜日、 25になりますか林さんは翌日26二日 ?26 ですね。で,すねで、林さんは27日ということで、まだ新次郎さんの発表は日程決まってませんけど、<あ>その後ということになるんじゃないかなと思います。それでもう一個ですね、一面の記事言っていただけますかやっぱり国民はですね、まあいろんなことはありますけど、やっぱり 経済を良くしてくれっていうのが一番関心があるんじゃないかと思うんですけども、それで総裁候補のいわゆる経済観、経済政策っていうのはですね、どういうものなのかっていうのでですね、一応紹介するのと、上部大学の田中秀美先生に果たして、 緊縮財政派なのか拡大、これ積極財政派とも言いますけどね。どっちなんだというので、ちょっといろいろ見てもらいました。まず小林さんから行きますと、この前の記者会見でも、オールジャパンで、えー、日本経済を上昇気流に乗せていくとかですね、経済こそ、 国力の源泉だとかですね。あそれとあと、何でしたかね。えー、っと、国民の緊縮派、もう財務省出身なんでですね、やっぱり緊縮財政派、財政健全派が多いって見られてるんですけども、有敢富士がですね、先日ちょっとインタビューしたんですけども、それに関しては、財政に関しては高派じゃなくて旗派だっていうようなね、そういうこともおっしゃってたんで、まあ一応、自己アピールとしては、 え、拡大派なのかなという感じですね。あと、新次郎さんは、えー、これは正直言ってわかりません。ただ、これ、まあ、上部大学の田中先生によると、これ誰が後ろ盾になるかによって違うでしょうって。まあ、一応、菅さんがなるんでね、菅さんは積極財政の方なので、まあ、えー、大丈夫じゃないかと思う。 というような分析ですね。これは記者会見待つしかないという話ですね。あと、まあ、石破さんはいるんですけど、石破さんに関してと、あと、あ、石破さんと先ほど出た河野さん、あと、林さんはちょっと分析今回してませんけども、この2人は最近、ちょっといろんなメディアへの取材でですね、利上げに関して賛成するような発言をね、国内外のメディアにしているので、そういうのはやっぱり、 ちょっとと緊縮財政派じゃないのといのう話でえー、あと高市さんですけどこれも唯一はっきりしているもう積極財政派の候補ですね。えー、高市さんはまあアベノミクスのですね後継者を自主されてますしまたあの本田哲郎さんというを勉強会にね呼んで積極財政の勉強などもしているのでまあ彼女がもし出てきて政策論争を交わすんであれば 全くこの、ね、先ほど言った河野さんとか、石場さんとかと違うね、積極財政派分拡大派というような、拡大派じゃない、緊縮財政派と積極財政派の論争が見れるんじゃないのかなという、そういう話ですね。はい。 まあここで「世代交代加速」「カ」とが書いてありますかは <laughs> 書いてないですね書いてないか書いてないです書いてない、ね <laughs> はい、意地でも書かない意地でも書かよく見ないとね <laughs> なんかね虫眼鏡が必要ですがあそうするとじゃあ40代とかこれまで小石川とかいろんなね言ってきて混戦模様になりましたけどもしかし一つの切り口というのは、まあ、有効な切り口はやはりこの世代交代で <laughs> もうこの際一気に若返ったんじゃないのかと、まあ、そういう機運が高まっているという見方ですか 機運というか、まあ、まさにですね、世代交代的な選挙だと言えると思うんですよね。うん、少なくともあの政治と金の問題っていうのは、古い世代がそのまま引き継いできたものですから、うん、まあそれを捜査のミスが入って、処分は受けましたけど、新しい自民党としてやり直すにあたってですね、 まあ、新しい世代がです、ね、やっていくとそれをもうちょっと先輩の世代が支えていくっていうようなです、ね、形にするっていうのもこれ自民党の見せ方としては悪くないんじゃないかなとそれは判断するのはまあ国民ですけどね今のお話いかがでしょう神奈川先生まあ小林隆之さんに関してはねこの間の記者会見でもねアクセル踏んでいくと、まあ、要は積極財政を口にしたんで。 まあ過去いろんなご発言あることは私も承知してます。ならばその発言の通りやってくれと。まあ我々がこう小林さんを説得するような、そんな流れでやっていく必要があるかなと。やはりまあ小林さん、青山さん、高市さん、まあこの辺のの保守陣営対、どんどん革新派、リベラル系の方もいっぱい出ていただいて、分散していただいて、あとは決選投票に残れるように、1位、2位に我々が推す人が入れるかどうか、 その辺の最後の微調整っていうのは議員自分がもし自分の陣営が1位2位に入れたら2回目の投票はまあ当然こうだとだけども2位3位4位だった陣営が1位2位のどっちに入れるのかっていうことまで全部計算しますからそういう点ではねやっぱりいい意味でも大混乱していただいて。 それぞれの候補者が我が国の舵取りをこうやりたいという政策をね、メディアが絶対取り上げますから。党員への働きかけとかっていうのはあるんですか党員あ,ありますよ。まあ一番問題になってるのは、あの、昨日、相沢ター委員長もおっしゃられてましたけど、110万人党員がいるんでね、郵便代、紙代、印刷代で100円の制作集を送ろうと思ったら、それだけで1億1000万かかるんですよ。意外と地味なところで、あと電話かけ。 でオートコールも安くないんで、だけどもメールアドレスがちゃんと党員のね名簿に入ってるものはほとんどないんですよ。だから党員のその申し込みなんかもネットで完結できるような仕組みがあれば、将来的な党員へのアプローチの仕方は変わってくると思うんですが、まあ、やはり党員へのアプローチっていうのは、おそらく郵便と電話と、これがやはり、 中心になるんですかね SNS についても、まあ、今まで以上に激しいものになってくるとは思うんですけどなるほど。ありがとうございます。では次の話題いってみましょうか。今週はですね、これ国家の流儀というあの江崎道夫さんというですね、霊卓大学の客員教授で情報資格研究家の江崎さんに連載を書いていただいてて、え今日はですね、これトランプの いわゆる対中戦略骨子案というかですね、トランプ氏に近いシンクタンクというのに、米国第一政策研究所というのがあるんですね。そこのメンバーが今年1月に訪日した際に、いわゆる10項目の対中戦略骨子案っていうのを持参してたという話なんですね。これを見るとですね、今日本のメディアでは、 トランプさんになったらですね、日米同盟がおかしくなるとかですね、台湾など見捨てられるみたいなことが、まあ言われて流されてるけど、全く違うっていうような話で、特に台湾に関してですね、まあ9番目にこう,こう書かれてるんですね。まあ、日本語ですけど、訳したもんですけど、台湾防衛について米軍が関与するためには、米国世論と議会の支持が必要だと。そこで米国が関与できるよう、米国民を強力、 教育すべきだとしたっていうね。これアメリカの国民をどれだけ台湾が大切で、そのために軍事的関与していくんだっていうのを教育しなきゃいけないっていうね。そこまで政策の骨子で書いてあると10番目はですね。台湾の独立を維持するために必要な軍事支援を台湾に提供すること。米国は台湾の自衛を強化するという公約を守り。 台湾が中国共産党の侵略から自国を守るために必要と考えられる防衛装備や訓練の取得を妨げる制限を撤廃しなければならない。もう全然台湾見捨てるっていうかですね、台湾防衛にも積極的に関与する、していくっていうような話がね、書かれてるというね。 だから日本のメディアってちょっとです、ね、民主党アメリカ民主党に寄りすぎてる嫌いがあってですねトランプを正当に政策評価しない部分もあるんですねですからまあトランプになっても対、まあ、中対台,台湾政策対中戦略というのはかなり厳しくやっていくんじゃないかとで同時にこれは重要なのは日本にも当然責任とね覚悟を求められるのでこれ自民党の総裁選今ちょうどやってますけどもこういうのを見越してですね そういう論争が議論が展開されなければならないなと思いますね。ねはい、ありがとうございます。ちょっとそれの10項目のね。英語版をちょっと今ちょっと探してて見つけられなかったんですけども、ちょっと改めて原文の方を確認してみたいと思いますけど、まあ、かなりあ強い口調で言っているということで、結局その日本の政治って往々にしてこの官僚に。 官僚からレクチャーを受けるみたいな感じで、官僚に依存している部分とのはちょっとある、ありますよね。で、これに対して、これはですね、アメリカファーストポリシーインスティチュートというですね、これトランプ政権のためのシンクタンクがあるわけなんですね。で、そこがいろいろなポリシーをすでに発表していますから、それを吟味すればですね、どういうことをトランプ政権がやってくるかということをある程度これわかるわけですね。で、中国に対して、まあ、かなり まあ強硬であり台湾に対しては非常にまあサポートする方向であるならば当然日本に対してですね、うん、これこれこういうことをやるようにと先般麻生さんがトランプタワーでトランプに会った時にはですね真っ先に台湾友人になった時日本は戦うかと聞かれたというふうに聞いていますで麻生さんはもちろん戦うと答えたそうなんですけども、まあ、その時に、まあ、現状ではですね 確実に自衛隊は米軍の配下で指揮下で行動することにならざるを得ないんですけれども、すでにそういう方向へ動いていますので、これはもうトランプが来るというね、前提でペンタゴンとかも動いているというふうに考えた方がいいんじゃないかというふうに思いますね。ラビッタさん何かありますかいや、本当にこれもまあ台湾の問題とウクライナ戦争はまあ連動してますからね。 確かにトランプさんがだからウクライナを早くもう集結させろと言ったことをなんでこれが台湾に見捨てるということじゃなくてウクライナは早くこっちを終わらせることによって台湾に人的資源もお金も集中させたいということもあるわけだからだからトランプはいつもいつもこれは孤立主義でこう台湾も見捨てるんだみたいなのこれはもう本当にためにする話でねこういうのが本当にあの日本のメディアは多いので気をつけて、まあ、さっきのね 河野さんあれじゃないですけどああいうことをね本当頻繁にやってくるので本当にあにご注意された方がいいなと思います。すあれなんですよね。アメリカ孤立主義とかなんとかって言って背景には米軍が実際に縮小をしててですねでこの近辺から引いてってるっていう現実があるわけです海兵隊も縮小後退するそれから戦闘機もですね 上駐をやめてローテーション式にするとか、まあ、そういう現状があるので選択をそれでそれ一方で人民解放軍がどんどん大きくなっていますから痛 <laughs> くてもいられない残りたくてもいられない,あるいアプローチできないという状況になってくると米軍は引いていく方向に同然になるわけなんです。だかからそういうういいことともあるので、えー、引いちゃゃんじゃないかと いうこことと言わわれるるってことがあるわけですだから逆に日本の場合はいやいやきちんとここに関与してくれないと困るということを言わなきゃいけないんです、ね、あとやっぱり日本が自国は自国で守るという法整備と危害を示すことがやっぱりとても大事だとそれを求めてくるので可能性として十分になるのは AFPI の提言に基づいてですねトランプ政権側から憲法改正しなさいと、うん、ちゃんと自衛隊を戦える防衛軍にしなさいと、うん、また向こうから言われちゃうと。 その可能性十分にあると私は思っています。はい、こういうことを突きつけられるのはね、今の日本に最も必要なことですよ。はい、突きつけられる。<た>自分でやるっとでそう <laughs> そう。ここまで対面追随てやらないやらないから突きつけられるってことよしとしないとね。そうだけど。去年の今頃だってトランプ早く言ってくれよっていつも思ってましたもん。<laughs> 今回の総裁選でいうと、少なくとも小林さんは自主憲法ととも、はい、言,っ言ってるし、まだ出馬表明してませんけど、新次郎さんもまあ、同様のことを言ってるし、高市さんはまあ、 これも持論ですし、ね、そういう人候補が複数出て議論を戦わせてぜひしい、ねまあ、それが当たり前なんですけどね。まあ、あとは核シェアリングかななんか。そうそう、そこまでね。そこまでやるべきなんですよ。うん、安倍さんがやっぱりあの亡くなる直前までやっぱそれ言ってたのは、だから核の,核の抑止はあるけれど、撃たれたら抑止はなくなるわけで,で、核シェアリングやっている国はあるけれど、 米国がその国のために落としてくれるわけじゃないんでその国が落とさなきゃいけないと、うん、いうことになると日本がじゃあ核ヘッシュアイリングをやろうと思ったら要はその時には米国の核を日本が落としに行くっていうところまで議論をしなきゃいけないっていうこれはやっぱりトランプ大統領就任したらね こういう議論をね、我々が突きつけられるんですよ。まあ、外から言われなきゃねあの、勉強しろよって言って、やらないで、いでもね、言われてやるような状態で。で日本にはほら、憲法9条がね、改正されたら日本はおあの終わりだって信じてる新聞社が実際にありますからね。ら外圧でないと、はい、動けない国なのかなって。まあ、現実ですよね、残念ながらね。否定したいけど。まあね。まあ、その核シェーディングっていうのは、基本的に、その使用の権限、許可権限はアメリカの大統領なので 確かにおっしゃる通り、その実際それをじゃあ投下するとか、はい、それは日本がやるとしてもですね、それを、その使用許可はあくまでもアメリカの大統領ですから。うん、で、それを例えば日本がどっか持ってって投下したらですね、それはアメリカに対する報復ということも行われるわけですね。そ,すねそれで大統領は許可しているわけですから。だからシェーリングっていうのはあんまり現実的、理論的ではない本は。本当はだから日本は核保有した方が僕はいいはんです本当はね、自分たちでねここはでも、やっぱり実勢を見せないと、 非常に軽蔑されると思いますだもちろん、おっしゃることよく分かります、向こうに外圧はないとできないと分かるんですけれども、安倍さんとしてもこのままね、い一足飛びに核保有ってやってもまだやられるのは決まってるから、苦渋、うん、の選択でを取ってっていうふうになこともあったんだと思いますけどね。ま,あまずですけど憲法を改正するなら、自主的にですね、ちゃんとやらなきゃいけないということなんですけど、まあ、でも、まさに言われてしまう可能性、十分あります、こちらがもたもたしてるうち、うん それで実現しました。あれほど何十年も、70年以上ね、いち変えらんなくてね。で、またアメリカ政府に言われた、ね。アメリカに言われたらすぐ変わんのか言うからね。そもそもがアメリカが書いた、アメリカ軍が書いたドラフトですからね。日本国憲法。まあ、そういう状況は避けたいんですが、ね。<laughs> これね、はい、今一番なんかね、ネットでは弾ける、ねはい、これは19日の NHK の国際放送で、中国語ニュースで、 中国籍の外部スタッフが、まあ日本固有の領土である沖縄県の尖閣諸島について、中国の領土であるとニュース原稿にはない不適切な発言を20秒間も続けた。20秒ってかなり長いですよね。20以上ですから。 で、これに関してですね、まあ NHK はまあ外部のその会社との契約とかを切るとかそんなことを考えてるらしいですけど、これとてもそんなんじゃ収まる話じゃないですよね。関連会社の責任が問われますよ、ね、関連会社、NHK 本体の責任だと思いますよね。はい、で、これに関して、まあこれ玉木さんが昨日の記者会見、20日の記者会見で、 これ、我が国の立場と全く相入れない主張を、日本の公共放送である NHK が行ったということだということ。これ、重大な問題で、速やかに実態調査を行って、国会や国民に報告を求めていきたい。過去に同じようなことがなかったのか、含めて徹底調査して、厳正に対処すべき案件だって。これ、は当然ですよね。当然です,、ね、然ですこれ、国会でね、本当、徹底追及してほしいと思いますよ。そうですね。 なぜなら NHK は、ほぼ税金と同じように、我々の受信料という、あの、と、払わされて、それで、え、やってる公共事業な、公共放送なんですから、これはこのまま済ましちゃいけない。<laughs> 尖閣の、地元のね、石垣市の市長も、やっぱりこれ昨日の時点で NHK に、再発防止を徹底的に求める文書を出してるんですよね。で、他にもね、いろんな人がもう言ってますけど、これも、 自民党からこのなんか発言出てないですよ、ね。出,す出てないですよね。ねだからね、こういうこともね、うん、本当、なんていうんですかね、反射神経よく言ってくれるとね。いや、それこそこういうとき、総裁候補が、ね、言うべきですよね。しまして、ね、高市さん、総務省だったわけでしょ。うん、これと、まあ本当にね、スパイ防止法、まあ、スパイ防止法って言い方は、まあともかくとしてね、いや要するにやっぱスパイをね、やっぱり、それを逮捕する法律が、 何もないっていうことがね、もう日本だけなんですよね。これも何度も言いますけれども。こういうです。ロシアとかと中国ってやり方が違うんですね。ロシアは大体基本的に大使館で、しかもデッドドロップとかフラッシュコンタクトとかもうすごい伝統的なやり方やるんですけど、中国は民間人がどっからこう何をやるかわからないみたいな国防動員法っていうのもありますけれども、向こうの国がそういうふうにやってるのに日本はこれ、 この間のほら、入管のパスポートの話ね。個人情報が1800人ぐら,いぐらい持ってかれちゃった話にしても、あれは窃盗罪のたった1枚の付箋を泥棒したっていう罪にしか問えないと。で、書類送検しかできないと。だけれども、あの中身に着目すればですね、スパイ防止法みたいなのがあれば、ああいうもう恐ろしいですよ。だってパスポート申請したら向こうに全部個人情報が渡っちゃったなんていうことがね。そういうことをね、契機にしてもらいたいんですけど、 やっぱりそうならないところがですね本当に残念でだから、それを国会徹底的に追及するということですよ必要なら法改正もするということで、いやとことん追及しなきゃいけません、はい、これ、玉木さんたまにい、たまにいいこと言いますけど、<laughs> すみませんあの、いいこと言いますけど、これ僕はなんでこれ、総裁候補、自民党ね、これこういうこと出てこないのかなと、ちょっと思いますね、うん、真っ先に言うべきだと思いますよ。うん、はいい以上ありがとうございました、はい 本当に、それをよく認識してほしいですよね。だからあんなひどいことしてたら、よく黙ってられるなと思います、ね。大丈夫ですよね。これ、行くのはいいんですけど。行くのはいい。行くんだったら、例えば、ね、拘束してる日本人は。そうしろと,と。処理水のね、県で、原発処理水の県で。はいはい